家庭から出るゴミのですね4割を超える、まあ、45% ぐらいが実は食品なんですね。今月7日札幌で食品ロスの削減をテーマにしたイベントが開かれました。野菜を乾燥させて長期保存を可能にしたり、余った料理や食材を透明な容器に入れて冷蔵庫で保管し食べ忘れを防ぐなど、家庭でできる食品ロス対策が紹介されました。農林水産省によりますと、2016年度の国内の食品ロスは643万トン。このうちおよそ 45% が家庭で捨てられた食品です。2014年度以降、家庭での食品ロスが増加していて、今年10月には食品ロス削減推進法が施行、食品ロス削減への機運が高まっています。そこに番号が書いてあるので、そこそこ間違わずに貼れると思います。まずは余った食品を届ける取り組みです。片岡由紀子さん、企業や家庭、農家などから余った食品を譲り受け、生活に困っている世帯に届けるフードバンク活動を行っています。野菜や米に加えてすぐに食事を作れるように、缶詰やレトルト食品などバランスを考えて箱に詰めていきます。お米は1週間くらいを目処に入れてます。で、1世帯4キロずつと、じゃがいもは15個。食品を届ける世帯の多くは一人親家庭です。食品ロスを減らしたいという思いと、貧富の差がすごく広がっているので、困窮されている方に少しでも余剰している食品を届けられたらと。フードバンクの活動は食品を届けるだけではありません。毎月家庭で余った食品の寄付をインターネットなどを通じて呼びかけ、食品を集めています。この日はインスタントラーメンや缶詰などおよそ30点が集まりました。一つの家庭だったり一つの団体企業は限られてはいるんですが、皆さんがこう意識を高めることで少しずつ減らしていくっていう大きな動きになると思いますので、家庭の取り組みに加え企業の取り組みも不可欠です。札幌市内の青果店が取り組む対策とは。食べられる食品を廃棄する食品ロス。札幌清田区の上穂木青果では、傷がついたりサイズが小さいために農家で廃棄されていた規格外の野菜を仕入れて販売しています。規格外の野菜、廃棄をされるような野菜というものだとかが、形を変えてお客様の元に行けばいいなという。仕入れた野菜はそのまま販売するほか、ひと手間かけて乾燥野菜や焼き菓子に加工しています。うちは本当投げるものがまるっきりないような形の展開を考えさせていただいております。さらに賞味期限が迫った食品はフードバンクや子ども食堂などに寄贈、食品ロスを最小限に抑える工夫です。廃棄から寄付へ、食に対する一人一人の意識の変化が求められています。